復帰が待ち遠しい大島さんとの嫌いな食材トークです。そういえば山口さん嫌いな食材ってあるんですか？なんか聞いたことなかったかも。嫌いっていう食べられませんっていうのはないんですよ。これもうどうしても無理ですっていうのは、うんうんうん、食べたことないものはあるけどもあれなんですけど、うん、食べたことあるのが中ではないんですけど、うん、苦手あえて手を出さない、うん、そうです、積極的にいただかないっていう。あ、ね、レーズン、あ、レーズン、そう、昔あの我々の給食、小学校の給食とかでもレーズンパンありますよね、あれをこの小学生ながらのほじってたタイプですか？いたなそういう子まさに本当ですか？私です。あら、でも私そのちょっとあのね、苦手でレーズンほじる子いるじゃないですか、うん、であの集まるじゃないですか、私レーズン好きなのでもらってたりしました。レーズン食べないのって言ってそう、苦手だったらそう、あの別に食べたいとかいう子もねいたりするかも思うんですけど、そう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 、ねえ、そうパンそうむしられてねこうありますけど、でもなんかね苦手だとね、あ、サラダにレーズンとかもねたまにあったりする、なかったですか？じゃなかった。ああ、じゃあレーズンパンだけが鬼門だったんですね。そのブドウパンと呼ばれるやつが給食の献立表に1ヶ月分が書かれてるとですね、はいはい、ああこの日はそうなのかと。でもその1日だけですか？もう冷戦パンくらいですか？そうですね。あ、じゃあもうそんなに大きく問題はないですね。そうですね、うんうん、まあ、その時の主食パンが、うん、あの容量が減るぐらい若干ですかね、若干減るぐらい、全然平気ですよねそれ以外はね、あんまり今はこれはちょっと無理ですねっていうのは、うん、はい、でもそんなレーズンが嫌なんだ。レーズン苦手です。何ですか、食感ですか？なんか、いや、これはまたね、あの嫌いな人のね、言い訳あるあるなんですけど、うん、そうなんですよ、そういうなんかね、この言い訳。なるほど、なるほど共感多いですね。私はあんまりそういうところ思ったことなかったかも。あのドライフルーツ、ー同じことでも思うかも。レーズンもでもブドウですもんね。まあそうです。確かにレーズンだけは許してたなんかドライフルーツの作り方みたいなのを番組でなんか伝えたことがあって、あ、すっごいドライになっちゃって自分がなんか切れてるみたいなのはなんかあまりにもピンとこなさすぎてなんかにじみ出ちゃってたんですよ。干さなくていいやみずみずしいのがフルーツのトリエールみたいな果物はやっぱそっちじゃないですか？あ、そっかそっか。なんかブドウだけ許してましたね私。なんか今気がつきました。しかもなんかブドウ干したら、うん、あの名前変わってレーズンになるじゃないですか。そうなんですよそういうのね、そうだからなんかもうブドウだと思ってなかった。もうそれはそういうものなんだって思って許せてたのかもしれない。そうですよね。干しブドウとも言いますから。そうですよね。そっか、申し訳ない。なるほど。干し梅は好きですか？干し梅、あ、でも梅も選ばないっておっしゃってましたもんね。梅もそうですね、うん、あのおにぎりがコンビニで売られてたら、まあ、最後梅じゃないんですよね。あの梅おにぎりは、まあ、でもあの梅おにぎりとかは別にあの干し美味しいですか？美味しいは美味しいですよね。ああ、なるほど、なるほど。でも、干し梅わかります？わかんないですね。なんか干し梅に周りべっこ飴みたいなのついてる飴食べたことない？あれ？あ、ないですか。あ、でもそう言われると、うん、干し柿とかも。ああ、そうです、そうです。あんまりっていうか食べたいとは思わない。ああ、なるほど。干し柿も許せんかってきてる。そこはもうじゃあもうとにかく干したくなかったということで。うん、そうですね。そっか。大根とかも干してたりするんですけど。ああ、食べない、ね。切り干し大根とか。切り干し大根はでも好きです。ああ、よかったよかった、うん。なるほど。まあ、いろいろありますね。できれば枝豆の話をしてほしかった。ああ、そうだ、ごめん。今日ね。